いやね、本当に最近いい生活をさせていただいてますよ。おかげさまで。配信やって、明日がちょうど4年目が終わるんですけれども、明日から5年目が始まるのね。はい、みんなワドツ。で、まあ重大発表じゃないんですけど、ちょっと4年間を振り返りながら、まあ新しいご報告も兼ねて、まったり雑談していこうと思います。みんなはどっち？すごいよね。配信でご飯が食べれるようになってさ、稼げるようになって、買いたいもん買えて、食いたいもん食えて。で、さらに言ったらさ、あれじゃないですか。ね、いろんな仕事をもらえて、そう、プロとしてね。プロの配信者として仕事がもらえて。レイニマンワドツ、ノノンワドツ、ニャコワドツ、ミータンワドツ、ミュールワドツ、花玉ワドツ、ブルースユリーワドツ、マーニャ様ワドツ、花丸、ボンワドツ、ノッチワドツ、いらっしゃい。まあ、実はですね、まあ、200人ぐらい行ったら発表するわ。ちょっと、それまで待ってましょう。おい、ミポリンはどつ？ミーコはどつ？まあ、結構なニュースなんですよ、僕の中では。スズはどつ？あれ？スズもプレゼントなかったっけ？スズの郵送してないよな。ハンカチだったのかな？ハンカチとネックレス勢がいるのか。タチャンはどつ？ヨンベはどつ？まあまあ、あとね、仕事で言ったらさ、AV の監督やりませんかっていうふうに言われてたりとか、それはまあ発表してて、あと、FC2 の公式だとか、ABEMATV とかの仕事とかもらってるんですよ。今。で、まだそれはね、調整中なんだけど、結構、ね、いい仕事をいただいてますよ。でね、本当に頑張ってきてよかったなと思ってる。本当に頑張ってきて。ありがとね。みんなのおかげだね。今日リスワンどうだろう？狙おうかな。リスワン狙って取るもんじゃなくて、もう大体1ヶ月のうち絶対取れるから。まあ余裕で大丈夫だと思うんだけど、今日は島次郎がこんなもんか。いや、今日は無理じゃないのかな。あんまり焦ってない。今日はいいかな。明日でもいいし、別に。月末あたりに取ればいいかなって、毎月取ればいいと思ってるから、そんな焦ってないかな。風船5個ありがとう。ずっと応援してきた甲斐があったよね。あ、ミーコ全然リア凸 OK だよ。どこ住み？ミーコは。何関係？とある海外のサイトで、配信サイト、そのシェアナンバーワンのサイトの日本法人の人から連絡が来て、で、うちのサイトでちょっとやってもらえませんかっていう仕事がいただけました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今度、ミーティングをさせていただきます。ちょっとね、契約の内容とかは言えないんだけど、ミーコさん東京だったら、じゃあ LINE に連絡ください。東京のどこに住んでるとか、ミーコだよって、LINE の URL 書いてあるんで、連絡ください。ありがとうございます。はい。日本法人を立ち上げるんで、ぜひ、契約してくださいっていうふうにいただきました、お仕事を。ちょっと契約が決まり次第、また告知をさせていただきますので、今後とも皆さん、応援よろしくお願いします。本当に億万長者目指して頑張っていこうと思ってるんで。すごいよね。すごい。黒船になりそうなのかどうかね。正直言うと、わからない。わからない。ただ、契約の条件がすごくいいんですよ。はい。本当に、いい契約をいただけたので。ロビさん、ありがとうございます。よくあるじゃない？いろんなサイトの立ち上げの時に、スカウトが来るっていう話は。で、ぶっちゃけた話、大手配信者と絡ませてもらってると、そういう話いっぱい聞いてたんだよ。どこどこから話が来てるとか。で、俺は来なかったの、今まで。くすぶってた時代だったから、ちょうど。
でも、なんか、声をかけていただけるようになったんで、頑張っていこうかなっていう。特にね、名前とか、契約内容とか一切言うつもりはないんですけど、新しいところでも、いろいろ頑張っていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。で、そのサイトは黒船になるかどうかで言ったら、わからない。正直言うと。で、それを話しに行こうと思ってて。要は、どれくらい本気なのかとかを、こう、メールとかでやり取りをさせていただいてたの、今まで。で、まあ、自分なりのスタイルっていうのがあるわけよ。要は、俺はふわっちでやってて、ふわっちで食えるようになったから、このサイトに対して不義理なことはやるつもりないっていうのも、ずっと言ってるでしょ。ここで、俺はふわっちに貢献したいって言って。で、なんていうのかな。まあ、だけど、うちも本気なんだと。で、和道さんの配信を見てて、和道さんの放送スタイル好きだと。ぜひうちでやってもらいたいって言ってもらえてるから、じゃあ一度お会いして、そういう話が来るようになってるんですよ、現実。その先輩の配信者たちの人たちがずっと聞いてたけど。頑張っていきたいなって、もし契約が決まったらね。で、そういう話が結構来てるのね。1個じゃなくて、まあ、ぶっちゃけ3個来てるんですよ。だから、どこにするかはわからないんだけど、他サイトでもやっていく可能性があります。だからそこがメインになるかどうかはわかんないよ。そこでメインにやっていくかどうかわかんない。俺はふわっちメインだって自分で思ってるから。契約して、だからその契約内容だよね。要は専属でやってくれっていう契約を仕掛けてくる会社もあるの、正直。ふわっちを辞めてうちで専属契約やってくれって。いや、固定給出すからって。っていうのも来てるし、いや、うちはふわっちをメインにして全然構いませんと。和道さんのスタイルで。で、こっちでやったら、まあ、こういうパーでやりますよとか、こういうふうにお金を払いますよっていうのも来てるし。ありがたいよ、本当に。本当に、契約内容は人それぞれ。本当に。人それぞれっていうか、会社それぞれって感じだね。ふわっちだって、2年前は石川に案件したりして。ふわっちは2年前、サイトないはずで、1周年が終わったから、まだ2年目に入ったから、1年ちょっと前かな。だから、石川紀之さんに、要はお金を払って、案件出してやってたんだろうね。だそういうふうに、立ち上げ手伝ってもらえませんかっていうお話来たりとか、来てるんで、専属契約しませんかとか。ありがたいっすね。なんか乗ってるよね、本当にね。でも、まあ、本当はね、去年あたりそうなるだろうなって思ってたんだけど、ちょっと遅かったよね。結果が出るまで。マックインはどっち？だから、あとは配信内容とか規約とか見せてもらって、まず、普通の人はどういう契約でできるのかっていうのと、自分はどういう扱いでどういう契約になるのかっていうのと、詰めて、あと、なんだ、配信内容だよね。どこまでがバンになって、どういう扱いになるのかとかさ、そういう、会社の本社の人と打ち合わせができるっていうのはでかいと思ってるから、それぞれ、いろいろ話していこうと思ってて。すごいよね。ありがたいよね。いや、みんなのおかげなんだよ、それは。ずーっと下支えしてくれてて、みんなが和道は大丈夫だよって、和道はいつか有名になると思うよって、才能あるよって言って、要は応援し続けてくれたわけじゃん。俺一人の力じゃなくて、俺を諦めなさせなかったみんなの力だと思ってるから。だからこれからも、だからほら、石川紀之さんも食えない時代、空気を売ってた時代あるじゃん。俺の空気を買ってくれっつって、俺が空気を売るからみんな振り込んでくれって。で、絶対俺は食えるようになるからって。そういうのがあるんだよ、やっぱりみんな苦しい時代っていうか。それを乗り越えてさ、みんな今があるんだよ。俺はそうだと思うよ。閲覧ゼロの時もあるし。なんだろう、閲覧バグった？最近ちょいちょいバグるよね、閲覧ね。今、閲覧ゼロになったね、一瞬で。何だったんだろ
ギャラはまちまち。ギャラはまちまち。固定給で出してくるところもあれば、アイテムの課金率を変えてくるところもあるの。例えば、ふわっちだったら半分じゃん。うちは何割なんですけど、何割のパー増やしますよとかね。まちまち、ほんと。それこそ固定給出すっていうところもあれば。人によるとしか言いようがない。そう、サイトによるっていうのかな。条件出してくれてるところはね。あとは、その、一本の企画の、要は閲覧がこれくらいあったらこれくらいもらえますよとか、そんな感じだ。まちまちですよ。だから、ふわっちもやめろっていう人もいれば、会社もあれば。のまいのあるさん、風船5個ありがとう。それはもう契約次第だね。さすがにギャラとかは公開するつもりないけど、俺は。そういう時の、あれって機密保持契約書っていうのを絶対書くから。機密保持契約書。うん、あったね、ガニオさん。懐かしいね。懐かしい。ほんといろんな、いろんなことを乗り越えて今があるなって思うよ。うん、風船二つありがとう。でもさ、やっぱりさ、リスナーさんからの支援も、やっぱりインターネットだからすごい大事だと思うんだけど、プロとして仕事をもらえるってすごく俺としては誇らしいんだよ。なんでかっていうと、一番綺麗な形で入るから。でしょ？会社同士。インターネットのすごいところって、ビジネス用語で B2B ってわかる？ B2B って、企業と企業のやり取りをする会社形式、ビジネス形式のことを B2B っていうの。で、会社、企業とお客様を B2C っていうのね。で、C2C っていうモデルだと思ってんの、俺は。お客様とお客様。コンシューマーとカスタマーとかね。だから、その、個人でやってる人が個人の人とやるっていうスタイルじゃん。いや、C2C なんだよ。俺らの関係っていうのは、ビジネススタイルで言うと。だけど、俺は B2C に持っていきたかったの。C2C もやりつつ、B2C もやりたいと思ってたから、会社との契約を交わせばさ、それは実績に変わるわけじゃん。だから俺は頑張りたいなと思ってるよ、その B2C も。B2C の案件も増やしていって C2C も。これが、なんかその億万長者に近づいていく道だと思ってて。で、その条件を選べるようになってるわけじゃん。条件を。その一社だけだったらさ、なんつうの、正直さ、その、なんつうの、閲覧がなかったらタダでやらないといけないわけじゃん。実績ゼロだが。でも、ある程度実績を見込んでくれるといい条件でスカウトが来るから、しかもさらに今3社来てるわけだから、選べるんだよ。どこどこはこうだな、どこどこはこうだなって。まこやん、バーガーありがとう。どこのサイトでやろうかなっていうのは選べるわけだから。もちろんお金だけじゃなくて。うん、ありがとう、ガニオさん。ねえ、2回出たもんね。コンドームマンやったりね。そう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 、配信業になってきたんだよ。うん、で、多分ね、みんなが聞いたらすごい驚くような好条件だよ。どこも。みんなが、そんなにいい条件でスカウトが来るのっていうレベル。はっきり言って。うん、だから、すごいありがたいですよ、うん。もしかしたらそこの契約が始まったら、月収100万は安定するかもしれないね。うん、今月収80万だったから、先月は。もうそこプラスアルファしたら100万は超えるだろうなっていうふうに俺は見込んでる。あとは自分次第ね。俺はまだまだ上目指してるから、本当にね、月収で言ったら800いくら稼がないといけないんだろう。800万近くかな？うん。850万ぐらい稼がないといけないから。そうだね、10年以内にもう本当街歩いてたら知らない人がいないぐらいになりたいとは思ってる。ヒカキンとかさ。ヒカキンが街歩いたら絶対にみんな知ってるわけじゃん。それくらいにはなりたいと思ってるね。まあ、ぶっちゃけた話で、その、今新宿とか歩いてても、知ってる人は知ってるぐらいなんだよ。あ、和道だみたいな。セゴロお疲れとか声かけてくれたりとか、お、和道みたいな。何やってんのとか、声かけてもらえるわけじゃん。でも、まあ、誰なのみたいな。友達とかは。インターネットの人だよみたいな。それがもう一般的にもう知らない人がいないぐらいになりたいね、ほんと。サングラスとか帽子かけて歩けるようになりたい。もう。それが夢かな。ここ10年ぐらいの。
だん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 理想の自分に近づいてきたね。だからもし、ね、ツイッターとかさ、いろんなところで告知があると思うんで、Facebook、ツイッター、YouTube とかで。ぜひ、チェックしておいてください。フォローしておいてください。嘘本当に嘘でしょ？子供に和道知ってるって聞いたら、知ってるって言ってた？子供はさすがにいない。ババアに聞いた方がいいよ、ババアに。うん。ババアに。なんか、ヘラってるババアとか、心療内科の待合室とかで聞いた方がいいよ。和道って知ってるって。全員知ってるって言うから。チェアありがとう。風船ありがとう。YouTube で見たって言ってた。あ、ちょっと待って。あ、そうだ。YouTube。YouTube ね、もしかしたら今日50万再生いってるかもしれない。ちょっと確認します。YouTube の動画再生数。動画再生数。たくみさん今見てるかな？ YouTube の動画再生数ってどうなってます？たくみさん。こんばんは、ミリカ。こんばんは。おぉ！ 50 万再生突破！ありがとうございます！これがでかいんだな。キッズたちに。ありがとうみんな。YouTube の再生数、50万再生突破しました。見て、見える？ 50 万再生。1、10、100、1000万、10万、50万。ありがとうございます。すごいね。50万再生だよ、50万再生。ありがとう。やっぱこの中の一人が、キッズが見てたんだろうね。うん。ワード知ってるよって。すごいね。たくみさんのおかげですね、これは。たくみさんありがとう。これはたくみさんがずっと育ててるチャンネルなんで。YouTube ぜひチャンネル登録してください。ありがとう。YouTube のチャンネル登録です。ありがとうございます。いや、ありがたいね、本当に。うん、いや、たくみさんがずっと育て、最近だから音ずれがなくなってるでしょ。昔は音がずれたりしてたんだけど、ずっとね、研究して、スキルアップして。いや、すごいすごい。いや、来てるね。いい感じだね。すごいわ。俺、朝鮮人っていうか、朝鮮人っていう言葉を使わないですね。韓国の人っていう言葉を使います。僕は朝鮮人っていう言葉を使ったこと一回もないですよ。やさぐれゴンタさん。僕、差別する人大嫌いなんで。あ、そうなんだ。さくらんぼちゃんは、あれなんだ。YouTube からふわっちに来たんだ。うん。俺はそんなことをバカにしたりとかしてないですよ。うん。どこ情報ですか？それは。何のスカウト？まあ今話し終わったところなんだけど、まあ仕事をいっぱいもらえるようになったんですよ。いろんなところから。で、今3つの新しいサイト、立ち上げのサイトから、和道さんもしよかったら契約しませんかっていう風に言ってもらえてんの。捨て頃から急にね、やっぱり評価が上がったんで、下積み4年目？ 4 年間やってきてよかったなと思ってる。うん。いや、ありがたいよ、本当に。ね、やっぱ何年、石の上にも3年って言うけどね、4年やってきてよかった。すごいでしょ。かなり昔飲食店の紹介動画も、あれはだってあれだよ、俺日本初の YouTuber 俺だよ。 YouTuber って言葉がなかった頃からやってたんだもん。何年前どころじゃない、あれ22歳の時だから10年前ぐらいじゃん。千葉スタイルでしょ、ガニオさん。あれはだって俺が生主始める前の会社経営やってた頃の話だもん。うん。だいぶ昔よ。うん。いや、各会社それぞれに契約があるからさ。で、結構いろんな人に聞いてるんだよね。必ず大物になる。ありがとう。年収でもね、1億円目指してるって言ったら、あんまり信じてない、みんな。
小さなっていうか、まあ、ある一社を言うのであれば、とある国でシェアナンバーワンのサイトから来てるね。とある国で、シェアナンバーワン取ってて、うん百万ダウンロードされてて、もうシェアトップ取ってて、日本にも参入してくると。で、本気でやってるんで、ちょっと雇用契約結びませんかとか、そういう感じ。そこはかなりなんか伸びそうだなとは思ってるけど。でもさ、俺らのさ、でかいところってさ、あ、ヒロメタルさん、ありがとう、初見さん、コメント。もしよかったらフォローしてください。ありがとう、みつこさん。例えばさ、俺らの強みって個人がメディアだから、サイト映れるじゃん、ぶっちゃけ。ここ違うな、合わないなと思ったら映れるんだよ。テレビってそういう風になかなかならないじゃん。ニコ生ダメだったからツイキャス行くとか。いや、クワッドさんは、クワッドさん。そう、クワッドさん。ね、もう、ずーっと応援してくれてたもんね。今でも飾ってるよ。使ってないけど。ごめんね。いや、もう変わったよね。2年ぐらい前からすると。まあね、小汚いシール売りのおじさんなんだけどね。小汚いシール売りのおじさん、乞食？生活保護から乞食って呼ばれるようになって、で、シール売りのおじさんに進化して、やっとね、企業からスカウトが来ましたよ。フォローありがとう。これからもよろしくね。まあ条件はかなりいいっすよ。どこも。みんながそれこそびっくりするような条件です。配信者みんなにメール来てないですね。みんなメール来てない。なんでかっていうと、サッカーの時とかいろんな人に連絡したら、俺来てないって言ってた。裏取ってます。有名配信者には来てる。有名配信者に来てるけど、いろんな人に聞いたの。どこどこから連絡来たって。で、条件どれくらいっつった。条件違うの、やっぱり。条件違うし、来ない人は来ないの。内容は言えないよ。機密保持契約書も交わすだろうし。これから詰めていく段階だから。捨て頃から知ってたんだ。ありがとうね。配信者みんなっていうのは語弊があるでしょ。有名配信者には来てるよ。各会社がね。どこの会社かっていうのはバラバラだけど。でもさ、ぶっちゃけさ、オープンレックもさ、みどりさんのアルバイトなのはみんな知ってることだ。あれ、オープンレックの契約っていくらだっけ？あれ、みどりさんペラってたよね。オープレックの。絶対他のサイトでやらないみどりさんがオープンレックでゲーム配信始めたんだよ。1年ぐらい前かな。あれは、閲覧人数が1万人いったら1万かける、いくつだっけ？ 1 万かける10円だっけ？え？ 1 万かける5円だっけ？え？誰か知らない？みどりさんのオープンレックの契約内容。なんか有名だよね。オープンレックの契約。みんな知らねえか。やさぐれゴンタ、手のひら返し半端ねえな。 忘れない？もしよかったらフォローして、ゴンタ。俺は差別とか嫌いよ。知らない？なんだっけな？閲覧数かける時間かける何円だったかな？ 1.5、1か1.5だったよね。で、1万人が見て1時間やって、たら1万円もらえるの。時給1万円。だから、3000人アクティブが、3000人同時閲覧があって1時間やったら3000円もらえるとか。確か1か1.5か。ありがとう、やさぐれゴンタ。でもそれ結構いい条件だよね。だって、みどりさんなんかさ、2、3000人見るわけだ。で、ぶっちゃけ言うと、その契約よりいい条件で来てます。
え、ぶっちゃけ言うと、みどりさんと、オプレックが交わした契約よりも、はるかにいい条件で来てます。俺はそこが嬉しいの。うん。安売りしなかったのが、今、生きてる。もうとんでもない好条件で、やってくれって言われてるから、そこはね、ちょっとね、勝ったと思ってる。そういうのは蹴ってたの。実はね、1件2件は来てたの。昔に。昔に1件2件はあったのよ。だけど、断ってたの。条件がもうめちゃくちゃだから。うん、正直もう1000円になるかならないかとかだったの。やるでしょ。全部の会社からそれ以上の契約できてる。だからみんながどぎも抜く契約できてるよ。うん。うん。そうだな。最低六本木のキャバ嬢よりも稼げるんじゃないかっていうぐらい来てるね。六本木のキャバ嬢ぐらい稼げるんじゃないかっていうぐらい来てます。はい。やるだろう。結果出てきたね。まあ契約したら契約したで、告知が入ると思うんで、ツイッターフォローしといてください。いや、すごい。結構いい条件よ。まあ、だけど、たくみさんとも相談しようかなとも思ってるし、どこでやっていくのか。ふわっちを主軸にしていくのは変わってないの、俺の中で。まだ断んの？今断ったらもう俺不安なんだけど、俺今が旬だと思ってるから、ここのタイミング、ターニングポイントだとマジで思ってて。配信で稼げるなんて、いやでもそれでも3年間食えてなかったんだよ。うん。うん。いや稼いで稼いで。本当に。みんなが稼がないとダメよ。みんなで一緒にみんなでうまくいこう。音楽やってるやつは音楽でプロになって。事業やってるやつは一流企業で。タイアップとかやりたいもん。例えばあやがブランド出して、和道コラボみたいなのやりたいじゃん。専属モデルとかもやりたいし。うん。ね、うん、そうだね。本当今恵まれてるね。昔辛かった時期なんか腐るほどあるけど、時給900円。うん、いやでもあれだよ、昔の配信業なんか1日14時間やって、ちょっと計算してみようか。1日14時間平均だったの。電卓出すね。電卓ちょっと待ってね。1日14時間かける平均、30日は、時間数で言うと420時間。合ってる？もう一回やろうか。12時間、あ、違う、14時間ぐらい配信やってて、14時間かける30日。14時間かける、14時間かける、ちょっと待ってね。あれ？ 14。あれ？消せないな。どうやってやるの？これか。14×30日は、14時間かける30日で、420時間割る、420ね。で、6万円ぐらいだったの。6万円割る420は。俺の時給はね、142円だったの。1ヶ月14時間配信して時給142円だったのね。そこを乗り越えてるから、うん、それやだろ。それを3年間やって、3年間どころじゃない、それ後半の3ヶ月ぐらいだよ。半年とかさ、笑うでしょ。羨ましいじゃねえよ。それを3年間4年間耐えて今があるわけだから、うん、成田で働いてんの今、うん、でしょ。いやマジだよ。しかも最初の2年なんか1円ももらってなかったよ。ふわっち来てからはね、結構稼いでるけど。いや、もうぶったたかれてたよね、本当にね。しかも、14時間フルで叩かれるんの。死ねとかカスとかずっと言われるんだよ。うん。その下積みがなかったら無理だから。成田なんだ、俺地元成田だよ。うん、心折れるでしょ。うん、すごい忍耐でしょ。俺は絶対配信で食ってくんだって。
もう本当に辛かったよ。本当に辛かったよ。だって本当にあのご飯炊いて、あのおかずが1日100〜200円ぐらいなのよ。だから朝は毎朝朝マックのソーセージマフィン単品を2つ頼むので、ジュースは飲んでないから水ばっかり飲んでんの。だからマサルさんがそれ見てかわいそうだからコーヒーぐらい飲めっつってこれ送ってきたんだもん。お前みすぼらしいからよって、もうね、いくらなんでもかわいそうだわって。水を飲んでたのずっと。でこれを送ってきてくれたのよ。わかる？そうだよね。だからこれ飾ってあんのよ、捨てらんないのよこれ。コーヒー飲まなくても今缶ジュースなんか1日10本以上飲むよ俺。うん、そういう生活だよ。いや嘘つけ嘘つけ1日100万200万稼ぐ人が貧乏ですって本当に大嘘つきだよキューピーさん、さっき話したんだけど見てたかな、のんちゃんあれ撮って、いやキューピーさんに送ろうとしたやつ。キューピーさんにお土産を買ってきたんですよ。で送るって言ったけど、キューピーさん、いやお気持ちで花火したんで気使わないでくださいって言ってくれたから、いらないですよって、僕も沖縄いっぱい行くんでって言ってくれたの。でキューピーさんに、さっき見てたかどうかわかんないからあれだけど、本当はこれを送ろうとしたの、キューピーさんキューピーさん用に買ってきたのはこれ、うん、女の子にはムームーとかさ、可愛いのチンスコーとか美味しいの買ってきたけど、ちょっと世話になってるからキューピーさんの部屋のインテリアにどうかなと思って、あの沖縄の水牛はい、悪魔のキューピーでーすって言って、こうね、これいいかなと思ったんだけど、なんかいいでしょちょっとキューピーさんあれだったんで、ちょっと自分の部屋にじゃあ飾りますんで、はい、一応キューピーさんにはキューピーさんのお土産は一応買っておいたんだけどね、あのお気持ちでいいですよって、本当にいい人だから。キューピーさん似合うでしょ。でサメ島さんにはサメの歯を買ったの、うん、これは自分用のやつなんだけど、これよりでっかいいいやつ買った。サメ島さんにはあのサメの歯を買ってあるんで、サメ島さんからあの連絡が来たら、あのコラボするときにこのサメの歯をプレゼントします。ネックレスとかかけるとおしゃれでしょ、うん、サメね、うん、そうだからね、こうやってなんかいいよね、楽しいよね、みんなでいいよ全然。和道キャンドルみたいな、うん、作って、赤と黒と白以外使っちゃダメ、赤と黒と白、うん、それだけ限定、うん、いやとんでもないですほんと、うん、だからあのさ、ほら YouTuber とかだと企業とタイアップしてあのやるじゃん、テレビが送られてきたとかさ、そういうのがいずれ来るんじゃないの、企業から生放送でちょっと後ろのここの辺に飾っておいてくれませんかって、うちの商品とか。便所太郎さんとかは、なんだっけ山、ん一世、い、小池なんだっけなんか服のモデルやってるよね。便所太郎さんが着てる服あるじゃん。あれってモデルなんだよ。しかも超有名な。なんだっけ便所太郎さんがモデルやってる会社。だから、数百万する服が郵送で送られてきて、企画の時とかに着るの。そう。だから、その、なんつうの、衣装が届くのよ。だから、便所太郎さんとコラボやってると、服送り返さなきゃとかやってんの。すごくない？そういう専属モデルとかもあんのよ。配信ってすごいよね。YouTube みたいにどんどんでかくなるよ、これから。今すぐ、うん、作って。そうだよ、便所太郎さんがおしゃれな服着てる時あるでしょ、かっこいい、なんかあれなんだっけ、便所太郎さんがすごい有名な服だよ、もう日本人で知らない人いないみたいな、そうそうナイキみたいな。俺はね、それだったら海外のモンスターエナジードリンクとかとやりたいよね。わかる？なんかここの T シャツのプリントに常にここにモンスターエナジーとかさ、レッドブルとかさ、かっこいいなんかブランドと契約したい。幼児山本だっけ？幼児山本かな？うん。幼児山本だ、そうだ。サボちゃんいらっしゃい、ワドツ。うん。自分昨日花火半分取られるからと言って現金300万マジで？え、マジで言ってんすか？え、リスナーさんから300万入金されたの？やば！
どんだけ太いんだ。モンストはかっこいいよね。モンスターエナジードリンクね。モンストじゃなくて。やば。俺最高いくらだろうな。いや、そんな100万とかないっすよ。いいなぁ、羨ましいなぁ。超羨ましいんだけど、俺も100万とかもう絶対見せびらかすもんね。ウェーっつって。ウェーっつって。すげえなぁ、キューピーさん。太いんすね、リスナーさんが。羨ましいっすね、正直。正直羨ましいっす。うん、いいなぁ。100万単位だったら、何買うかな ?100 万ボンって振り込まれたら、もうアメリカ飛ぶかな。それか、免許取って、ハーレーの中古買って、ハーレー旅やるかな。次元が違うよね。ハーレー。トゥル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 パルンパル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 。パパさんね。そうだよ。幼児山本の、いや、ちゃんまも驚きますよ。そりゃ、すげえな。いいな。さすがに100万はまだ遠いかな。一発ポンみたいな。俺が一番聞いた現金すごいのは、リアルな知り合いでね、放送で見てとかじゃなくて、金梅さんが600万もらった話。金梅さんがリアトとしたらいきなり600万を渡されたっていう話。足りなくなったら言ってって言われたらしい。足りるわっていう。ただ、その600万をたった3ヶ月間で全部飲み代に使った金梅さんもすげえと思ったけどね。ねえよと言って。え、ブランドの時計とか買わないんすかって言ったら、いらねえよとか言って。ワド君、飲もうぜとか言って。すげえな、この人。あと、ヒカル君もステッカー代だけで半年で350万売ったの。それ全部酒代に溶かしたかんね。やべえよな、ほんと、配信者って。いや、だってもうヒカル君すごいもん。配信外でもめちゃめちゃ飲むから。うん。あ、そうだそうだ。キューピーさんは、BMW の車が送られてきたんだ。そう。それも結構有名。リスナーさんからいきなり BM が送られてくるっていう。贅沢三昧してるかな、俺。うん。違うんだよね。やっぱね、金稼いだら使えってリスナーさんに教えられてんの。金持ちのリスナーさんからも。要は貯金をするなって。どん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 上目指せって。使え使えって言われてんの。貯金はしないポリシーで。俺も貯金する性格なの、実は。すげえかっちりやってんの。だけどやめた。使わないと、要は守りに入るから、なんつうんだろう。お金があると安心感があるじゃん。飢えてるとか怖いっていう感覚がないと稼げないんだよ。これわかる人います？これわかる人多分金持ちの人多いと思うんだけど、金持ちの人ほどそういうアドバイスされんの。ジーパンとかもユニクロ着るなとか。うん、だから3万円のジーパン着たし、もう持ってるお金全部50万引き出して、沖縄で散々使ったの。あんなにお金使う性格じゃないんだよ、俺。そう。無理して使ってんの。そう。それが他の人の、庶民の人も経済が回るようになるし、次稼ぐガッツに変わるんだって言われてんの。だからどんどん使えって。そう、常に背水の陣にしないと今はダメだって言われてる。今守りに入ったら配信者として守りに入るからって。お前はこれからの人なんだからって。今スタートラインに立ったのになんで守るんだって。すごいアドバイスもらうよ。で、もう最悪の最悪、お前は10万、20万絶対稼げるからって。10万、20万は絶対にお前は稼げると。どんなことやっても。もう極端な話、ね、配信やっても稼げると。だけど、本当にお前1億狙ってんのかって。本当に1億狙ってんのかって。だったら使えよって。そんな50万とかで満足すんのかって。怖いよ、正直。いや、サイトが閉鎖されたら怖いよ。俺が怖いんだよ。だけど、そう、ぶっちゃけた話、もう今、財布の中に3万円しか入ってないの、俺。マジで。マジで3万円しか入ってないんだけど、だから配信を頑張ってるのよ。今日だって郵送のさ、このレターパックさ、これだけでもう7000円とか使ってんのよ。ブワーって買って、ブワーってこう郵送してるわけじゃん、リスナーさんに。こうやって。すいません。そう。どんどん使えって。うん。そう。だって守りに入ったら終わりじゃん、ぶっちゃけ。で、貧乏になっても金持ちになっても美味しいのは
配信者じゃん。そう。だったら、使えよ、みたいな。うん、1万しか入ってねえのかよ。そう。だから、俺、ぶっちゃけて言うよ。あの、香川さんのところに、もうコラボ決まってるけど、月末に、香川さんのところに行く旅費ねえんだよ、俺。やばいでしょ。でも、焦ってないの。絶対に面白いコラボとかだったら、リスナーさんが花火くれるって信じてるから。香川さんの時に、いや、お酒持ってかないとダメでしょって、お酒を送ってくれたりとか、俺の代わりに、いや、ワド、これで新幹線乗れよとか。だから、ドレさんと相談したの。俺、夜行列車で行こうと思う。あ、夜行バスで行こうと思う、つって。で、ドレさんは、バカ、新幹線で行こうぜって言われてんのよ。いや、正直ねえなとか思って。で、わかりました、つって。まあ、そんな感じだよね。中途半端はダメだって。奥稼ぐやつがそんなことでビクビクするわけねえだろ、みたいな。まあ確かになと思って。うん。いや、そういう話じゃないよ。安い。俺は別に普通に郵便局で買った普通の封筒で送ってるから。うん。そういうことじゃなくて、なんつうんだろう。常に飢えてろみたいなこと言われるんだよね。そのハングリーっていうか、やばいっていう危機感。そう。で、お金が財布に入ってると、その、やっぱり安心感があるし、無難なことをやるっていうか。だから、どんどんお金は使えって。その、投資とか覚える時期じゃないって言われてる。今は。今のお前は。今、とにかく前に突っ走るために、ガンガンいい思いして、うまいもの食って、どんどん金使いなって。リスナーが見たいのはそれだからって。お前が守りに入って、普通の飯食ってたりとか、普通にいい服着れない貧乏生活とかじゃなくて、ガンガン夢与えろって言われてる。奥稼げるのじゃなくて、俺の夢が、あの、10年以内に億万長者になることなの。配信で。入れ墨は迷ってるね、うん、そう、入れ墨は迷ってる。何のスカウト、あの配信サイトの立ち上げのサイトに3つぐらい雇用契約しませんか、雇用契約とか契約して専属とかいろいろ来てんの、うん、そうそうそう、経営者の話っていうか経営者だけじゃないんだけど、いろんな人がいるんだけど、みんな同じこと言うんだよね。今は別に投資とか守りに入る時期じゃなくて、油乗ってるんだからガンガン使えって。うん、まあね、そうそう、新たなメディアはどんどん出て、まあね、でもね、俺らは有利なんだよ。なんでかっていうと、運営側じゃなくてタレント側だから、あのぶっちゃけどこにでも移り住む宿狩りみたいなもんじゃん。だからそのどこのサイトもなくなるっていうのはないと思ってるの。廃れることはあると思ってるんだけど、ゆっくりじゃん、そういうのって。でどっかが潰れるとかあるよ、アフリカ TV とかどこだとか、ユーストリームが潰れるとか。でもみんな生き残ってるじゃん。だそこはあんまり不安になってないっていうか、極端な話 YouTube でもライブできるし、こうやって契約、さっきも話したんだけど、あのオープンレックっていうサイトと横山みどりさんが契約したのが、閲覧数1に対して1円だから 1.5 円もらえるの。だから1万アクティブあって、1万同時閲覧があって、1時間やったら、まあ、1万円か1万5000円もらえるっていう契約の。確か。横山みどりさんのは。で、それよりもいい条件で、いろんなところからいろんな契約が来てる。例えば、あの、自由にやってもいいですよって言ってるところもあれば、その、ふわっちとか全部やめて、うちでこの期間、専属でやってくださいって言ってくれるところもあるし、あの、なんだろう。いろんな契約があるから何とも言えない。俺がもらってるのは。でもいい条件でかなりもらってますよ。うん、石川と緑はオプレックの契約でも特別だよ。まあそうだろうね、うん。でもそこよりもいい条件でもらってるよ。今。ワクワクする。うん、キララさんありがとうね。フォローはしてるのかな、キララさん。風船20個 ?30 個ありがとう。フォローだけは忘れないでね。うん、入れず、なんでフォローをしてもらいたいかって、ぶっちゃけた話、上位にいるからフォローしなくても見れるじゃん、いつでも。だけど、違うの。なんでフォローをお願いしてるかっていうと、フォローが100多いのか1000多いのかっていうのを、そういう業者さんは気にするのよ。業者さんとかに見せる数字として、あ、この人力あるんだと、フォロワー何人いますよって言ったら分かりやすいじゃん。だから応援するのはフォロー絶対、あ、フォローしてる、ありがとう。だから、あの、そういうのも大事なのよ。機会があるっていう。あ、ありがとう、アニュー。すげえ嬉しいわ。おめでとうって言ってくれて。ありがとう。うん。ふわっちやめろ、アリスさん。うん、だから俺はそれはできないですとか、いろいろ調整してんの。俺はふわっちで食えるようになったから、このサイトに恩があると。
このサイトを盛り上げる。俺はフワッチャーだと思ってるから。あの、キャスト併用でやってたりとか、ニコ生と併用でやってる配信者じゃなくて、フワッチで育った人だから、俺はこのサイトを裏切る気はないっすよ、つって。それは伝えてるよ。ピッピありがとう、フォロー。うん。こんな変なやつに使うと？まあ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 。うん、で、今3つ来てるのね。どれにしようかなっていう。まあ3つ全部やってもいいだろうし。いろいろ考えてる。調整中。本当に。あ、でも事務所詐欺も正直あるよ。俺は孫子っていう配信者に騙されたの。だから怒ってんの。孫子の話題も出すなって言ってるし、あいつ俺のこと言ってるでしょ。俺にペラられるのも怖いのよ。あいつ詐欺やってんの。ずっと。配信者囲って。で、手伝ってたのに、どうしてもって言うから、無給で手伝ってたのに、嘘ばっかりついてんの。生活保護の不正受給の仕方教えてくれとか、俺そんなこと一回も言ってないのに。だからあいつ嫌いな。話題に出されたくないの。孫子花火投げてるやつはほんと後悔すると思うよ。引退詐欺何回やってるよ、うん。絶対ダメだよ。あんなのに。あんなの囲っても嘘ばっかりだから。そう。何回名前変えてやってるよ、もう。ニコ生から癖になってるの。あれ詐欺だよ。うん。うん、初コメありがとう、フォロー。よろしくね、ナッパさん。うん。多分、捨て頃で、捨て頃がきっかけになったっていうのは間違いない。絶対にそう、タイミング的に。捨て頃の前は、ニコ生時代にちょいちょいあったの。1回か2回。でも条件クソ味噌だったから蹴ったの。で、捨て頃とニコ生の下積み。あと今のフワッチの実績っていうのがでかいかもしれない。だから、その3つが重なってるね。いろんな人に聞いたんだけど、声かかってる人とかかってない人がいるの。で、まあ、ぶっちゃけ、みんなが名前知ってるような大手配信者はいろんなの来てんの。俺以上に来てるのよ。で、最近、フワッチだけで成功してる人も来てないの。だから、人による契約は。声かかってすらいない人もいれば、声かかってる人もいれば。で、契約内容も全然違う。それは通過じゃん。うん。気をつける気をつける。大丈夫だよ。うん。エビデンスはちゃんと取ってるから大丈夫よ。うん。ぶっちゃけそういう詐欺みたいなのもある、何回もあるから、そういう話ではないから。うん。桜って言えば桜だよな、まあ。桜って言えば桜だし、うん。それは捉え方だよな、正直。うん。まあ、義理は大事だよ。だから俺はフワッチに尽くそうと思ってるよ。時期が来るまで。でも、フワッチが怠慢なサイトに変わったら、俺は、もちろん離れるけど、今のところ運営さんともよくしてもらってるし、うん。俺はフワッチのリスナーも大事にしてるし、フワッチっていうサイトも大事にしてるよ。だからメインでやるのには今のところ変わってない。ただ、フワッチがいずれ大きくなって、なんか怠慢な営業スタイルとかに変わって、リスナーも離れてっちゃったら、俺はまあ、それは変えますよ。食っていくために仕方ないから。でも俺は今のところフワッチに尽くそうとは思ってるよ。うん、だってキャスで飲みなくて起死回生したのはこのサイトのおかげなんだから。あ、3つも出てくるのか。なんでなんだろうな。あ、そういうことか。なんでなんだろう。そこは分かんねえな。なんでなんだろう。うん、そうだね。いい条件で契約結べたらいいね。まあ、契約内容は申し訳ないけど、みんなに言えないけどね。うん、こんばんは、山田さん、うん。俺は一生続けようと思ってる。背景があるっていうか、やっぱ儲かるっていうのに気づいたんじゃないの？ベンチャーとか、いろんなサイトが。あと、ま、海外のサイトで実績を残して、日本のマーケット取りに来るっていうのもあるし、日本でまっさらで始めようと思ってますっていうのもあるし。いろんなのがある。だから、俺多分ね、フワッチが儲かってるんじゃないかっていうふうに思ってる。要は、あれってこれ儲かるから俺もやってみようかなと思う経営者が増えてんじゃないかな、みたいな。うん。よく考えた結果出たけど、そうだね。まあダメだったらすぐ契約切るし。もちろん、そのずっとね、ダメなサイトぐるぐるやるわけにいかないから、やるんだったらどっぷりやるし。そのライトな気持ちでやっていいって言ってるところもあれば、いろんなところがあるのよ。要はかっちり契約結んで、かっちり毎日何時間やってください、配信サイトはこうですみたいな、配信スタイルはこうしてくださいみたいな、
で、ぶっちゃけその、なんつうの、専属の担当の人をつけるんで、1ヶ月に1回か2週間に1回とか、ミーティングをしてくださいみたいな。もうテレビみたいなところもあんの。とは別に、もう今まで通りでいいです。もう自由にやってください、みたいなところもあんの。それぞれ。うん。それぞれある。だから公式っぽくやるところもあれば、その、もうただの配信サイトで、いや、もうじゃんじゃんやってくださいよ、みたいに言ってくるところもある。だからそれはもう会社のスタイルだから、それは自分に合ってるかどうかを今考えてる。初合わせありがとう。どうしようかなと思って。だからその、ぶっちゃけた話、俺みたいな商売っていうのはさ、どこで出てるとかを実績を作っていかないと次がないわけじゃん。また次そういう話、おっきい話が来るっていうのはさ、そのサイトで実績積まないとダメわけよ。そのサイトでかそったらなんだあれって言われるわけよ。そうでしょ？うん、また明日見える。だから、そう、自分が伸びるサイトだよな。お金的にいいサイトじゃなくて、サイトも伸びるだろうなっていうのを見抜かないといけないから大変よ。そうじゃない？その経営者っていうかさ、その本社の担当の人にどれくらいの熱意があるか聞かないといけないと思うけど。うん。あ、そうなんだ。カイザー・ソズさん、ありがとう。もしよかったらフォローして。うん。そう、やってみないともわかんないし。だけど、今の俺って、その、時給で言ったらさ、数千円稼がせてもらってるわけじゃん。1時間喋ったら数千円稼がせてもらってんのよ。でもタイムイズマネーで、本当に時間大事なの。移動時間とか、寝る時間とか、プライベートの時間とか、滑らないようにとかさ、やってるわけだから、なんて言うんだろう。その、本当時は金なりなんだなって。で、それをどん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 、もっと良くしよう、良くしようってやってるわけじゃん。で、正直どうでもいいコラボとかやってる時間がなくなってくるわけじゃん。うん。だから、難しいよね。自分の道がどうなるのかっていう。だから、担当の人には伝えてんの。億万長者を今慣れてないけど狙ってるんですって。で、その可能性はありますかって。うん。億万長者狙ってるんですけど、どれくらい稼げるサイトなんですかって、1ヶ月で。これくらい閲覧があったらこれくらいを見込んでますとか言えないとダメだよね。会社の方が。うん、これくらいの会社に行ったらこれくらい和道さんに入りますよって、うんうん。で、なんで僕に声かけたんですかとかも気になるじゃん。他にもいっぱい配信者いるでしょって、うん。だからそういうのをゆっくりゆっくり詰めていってる感じだよね。お帰り、解放。うん。利益最優先の配信者にはなってほしくないな。まあ、それは見てたらわかるでしょ、タカさん。さっきも話したんだけど、俺、食えなかった時期って、2年間無収入だったの。で、後半の3ヶ月ぐらい、後半の半年ぐらい6万円ぐらい稼げるようになったの。で、1日14時間配信やってたの。14時間かける30日で140時間、要は、やってたの。で、6万円でしょ？時給140円なんだよ。利益優先すると思う。なんで140円とか無収入、時給140円とか無収入でやってたかっていうと、この配信会がでかくなるっていう風に、俺は思ってたの。で、自分はそこに乗っかれるって信じたからじゃん。食えなくてもいつか食えるようになりたいって。絶対成功してやるって。だから遠い目の利益は見てるよ。人間だから。でも、そのお金を追ってるっていうよりも、地位とか名誉とか仲間とか富だよね。お金もその一部なの、富も、うん。時給計算したらひどいもんだよ。で、利益最優先っていうよりももっと大きなことがやりたいわけよ。1億稼ぐって相当大きいことなの。で、自分が自分のお金、自分が億欲しいとかじゃなくて、みんなが面白いっていう空間を作らないと絶対無理なんだよ。その一人の人が1億、太い囲いでも1億支援できないから。でしょ？みのりさんいらっしゃい、初見さん。もしよかったらフォローしてください。コメントありがとうね。でしょ？俺だけのこと考えてさ、億稼げないっていうのはよくわかってるよ。もっと閲覧が何千人とか何万人になって、フォロワーも10万人ぐらいいて、企業とのタイアップとかして、で、いろんなもう大きな大きな流れを作っていかないと億万長者にはなれないと俺は思ってる。行って年収1000万だと思ってる。
その C2C って言うんだけど、個人と個人のやり取りの限界の収入っていうのは1000万、2000万ぐらいでしょ。俺は多く狙ってるから。そう、でか稼いでみんなで楽しく過ごしたい。うん。凄まじいでしょ。それが2年前の俺だったんだよ。そう。420時間かける毎日、かける2年間無収入。うん。フォローありがとう、みのりさん。これからもよろしくね。だから今でこそさ、配信で飯食って羨ましいとか言うけどさ、なんつうの、ダメでしょ、うん、話にならないよ、うん、話にならない、1億4000万分の400人。何の計算それ、チェープさん。うん、何の計算な、人気商売だからさ、いつ廃れるかどうかもわかんないしさ、いつダメになるかもわかんないし。1億稼ぐって、1億円プレイヤーって何人ぐらいいるんだろうね。年収1億稼ぐ人。俺はできると思ってんの。うん、おかつい。そんなに、なんだろう。俺は無理ではないと思ってるかな。うん。ふわっちの人口？何ふわっちの人口って。配信者の数が400人ってこと？事業はね、リスナーさんから旅終わったらもう店、和道と店やりたいっていう風に言われてて、そういうのもあるけど、アイテムなし？どういうこと？アイテムなしって。アイテムも全然ありで稼ぐ。っていうか、もう配信に関わる事業で全部収入で、配信だけで1億円稼げたらいいなとは思ってるけど、年間1億。うん、花火ありがとう。GK さん花火ありがとう。うん、なんて読むの？ホッカーズ？ホッカーズっていうの。そうだね。俺先輩に言われたね。幸運の女神は前髪しかないって。だから、出会ったら前髪をガッて掴んでキスしろって言われた。振り向いた時にはつるっぱけで掴む髪なんかねえかんなって。微笑まねえからって。だからチャンスだって感じたら飛び込めって言われた。そこにリスクがあったとしても、有料にしなきゃ、有料にしなきゃ、どうなんだろうね、うん。まあでもね、アイテムでも、ほら、俺の収入になる支援になるじゃん。いろんなスタイルがあると思うよ。花火ありがとうね、GK。ありがとう。素敵なメッセージともに。じゃあそろそろ1時間経つんで、アイテムタイムにしたいと思います。応援してくれる人は、アイテムよろしくお願いします。それでは2分間音楽流すんで、風船1個でも構わないんで、ご支援よろしくお願いします。アイテムよろしくお願いします。そうだよね。事業もスポンサーも変わんないよ。え、アイテムゼロ？嘘だろ？アイテムゼロ？ありがとう。マキルーパフェありがとう。ありがとうございます。ありがとう。
和田つえまだ風が治んねえよ。はい、和田つえ、カバコさんいらっしゃい。はい、解放、ハートありがとう。ありがとう。ニャコ、バーガープレゼントありがとう。おう、ラビー、ハート10個ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。アイテムタイムは1時間に1回。みーちゃんいらっしゃい、ワードス。ありがとうございます。おい、カバコさん、バーガーありがとう。ありがとうございます。みんなアイテムありがとう。Thank you。はい、雑談やりまーす。あ、全然全然謝んないで。お気持ちだから。面白かったらアイテム投げてって。ありがとう、みんなアイテム。焦ったよ。アイテムゼロかなと思って。焦ったわ、今。ヤバターン。あ、ありがとう。パフェ、おお、すげえ。パフェ9個ありがとう。パフェすげえな。お腹いっぱいになっちゃうよ、サボちゃん。ありがとう。パフェラッシュありがとう。ありがとうございます。なんだろうな。なんかさ、その、なんだろう。俺配信今乗ってると思ってるんだよね、配信会全体が。で、結構一番でかい流れが、YouTube ライブだと思ってて、なんだっけ、Twitch を買収したんだっけ、Google が。うん、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。コメントありがとう。和道です。なんかね、その辺から流れがでかく変わってるかなと思ってて。なんかやっぱり Google って頭めちゃめちゃいいんだよ。まあみんなが知ってる通り。で、Google って採算の取れない授業ってあんまやらないんだよ。で、YouTube とライブを連結させてやるってさ、動画だって儲からないって言われてたんだよ、昔。サーバーの費用がかかりすぎるって。データが重すぎる。採算が。で、YouTube 実際まだ赤字なんだよ。うん。で、Google も10年間赤字だったでしょ。だから投資家から金をガーって引っ張って維持させてシェアを全部取るっていう考え方。多分 YouTube そろそろ黒字化すると思ってんだけど、ここ2、3年ぐらいで。フォローありがとう。だから先行投資がうまいのね。Google は。で、Google が生放送の授業にうまみを感じてるっていうことは、俺は伸びると思ってるよ。あと、テレビ朝日とさ、サイバーエージェントが提携して、アベマとかやってるでしょ。角川とニコ生とか。でっかい企業の連携が始まってるから、俺は全然ありだなと思ってるんだけどね。逆に億万長者ぐらい全然、YouTube 全然今赤字だよ。うん。そりゃそうでしょ。うん。今までだって広告がついたのここ4、5年ぐらいでしょ。うん。で、広告つかない。ずーっと無料で垂れ流してたんだから。で、サーバーの費用なんか膨大じゃん。特に今なんかさ、データとか安くなってるけどさ、そのサーバーのコストとか、昔なんか全然コンピューターのテクノロジーの進化が全然なかったんだから。だから動画が見れると思ってなかったもん、俺。生放送ができると思ってなかったもん。もっと遠い未来だと思ってた。そう、YouTube が潰れる寸前に Google が買収したの。で、Google 動画っていうのもあったんだよ、実は。Google がやってた動画もあったの、YouTube みたいなサイト。で、Google は YouTube のブランドをそのままにして買い取ったの。海老蔵さんもやってる、実は裏で。うん。もうすごい儲かってるもん。だってさ、投げ銭システム 100% 入るんだよ、サボちゃん。やばくない？半分取られるとかじゃないの。Google は 100% なの、YouTube は。だからみんな YouTube 登録して、俺も YouTube ライブやるから。今750人のチャンネル登録数が。あと250人でスーパーチャットって言って投げ銭システム使えるようになるから。みんな協力して、YouTube のチャンネル登録して、下に URL、チャンネル登録って書いてあるから、ここに。頼むよ。うん、
やばいよね。手数料取らないって。な、YouTube 本気だなと思う。その代わり、チャンネル登録のないやつはサーバーに負荷かけるだけだから、お金、もう、チャット機能もさせないっていうスタイル。配信の世界に芸能人。俺はね、今、どういう時代かっていうと、芸能人、ネームバリューがあるんだけど、もうテレビで使い物になんなくなった、一番下の芸能人っていっぱいいるじゃん。と、配信界のトップが混ざってきてる。いや、芸能界の一番下と配信界のトップが入れ替わろうとしてると思ってる。で、遠い未来は絶対に入れ替わる。ぐるんって。なんでかっていうと、今、団塊の世代って言って、日本の人口が一番ボトムが多い層っていうのが、団塊の世代でしょ。で、そこの人口が一番多い。で、テレビを独占してんの。いわゆるリビングのテレビ、今を独占してる。でも、若い子たちはみんな携帯で、お父さんがつまんねえテレビ見てるからっつって配信を見るわけじゃん。だけど、上の世代死ぬんだよ。そしたらテレビの文化よりもネットの方がいいっていうさ、そうか、おじいさんおばあさんになるから。だから、こっから下の未来の世代っていうのは全員スマホでテレビを見る時代が来るの。あと20年後、30年後。だからそこまで俺はどう耐え忍ぶかっていうか、その20年後、30年後に投資してるっていうのが俺の感覚かな。長い目で見てる。もっと。その、ここ2、3年の動きとかじゃなくて。な、中間マージンがなくなるっていう考え方かな。ネットに来た芸能人自分で企画。それそうだよ。だってさ、本来テレビってタレントって台本を渡されてその役者なんだよ。演じきるっていうか。それが仕事なの。笑顔がいいとか、顔がいいとか、可愛いとか、喋れるとか。でも、その、なんて言えばいいのかな。ネット配信者の強みってカメラマン、脚本、監督、演者全部やるの。だから対応力が半端ないんだよね。うん。だから、マルチタレントに近いと思ってる。インターネットで面白いやつはそれができるやつなんだよね。突発的なアドリブ力に強かったりとか。だから舞台に近いと思ってるかな。今のライブ配信者は。舞台で面白いやつみたいな。で、YouTuber はどちらかっていうとテレビ向きっていう感じがする。構成力があって、編集力があって。だけど、クリエイター向きだよね。やっぱ YouTuber は。だからネタ見せとかに近いかもしれない。YouTube の方は。作り込んで。で、客いじりとか上手い方が生放送向きっていうか。そう、得意な分野が違いすぎるんだよね。スマホからだと YouTube ライブの登録はできない。できるよ。要は YouTube にログインしてチャンネル登録するの。ログインしてないだけだと思う。初見さん、トールさんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。でもね、実はね、台本を渡されて台本を演じきるっていうのも能力なんだよ。俺はね、もっと分散化していくと思ってて、企画だけやる会社とかも出てくると思うよ。いや、テレビの制作会社がネットに降りてくるっていうのが俺の読み。で、タレントを使う。で、折半する。少数の、その、チームを組む。テレビほど大規模じゃなくて、脚本書くやつ、カメラやるやつとか、役割分担して、5、6人でチーム作って、で、大きく稼ぐ。そこに面白いことやるみたいな。やっぱ人の手がかかってないと面白いことできないんだよね。チャンネル登録ありがとう、YouTube の。あとね、Twitter とか Facebook とか LINE とかやってるんで、もしあのアカウント持ってて和道とつながりたいなと思ってる人は、今のうちに登録しといてください。Facebook とか LINE とか5000人しか友達申請できないから、もう絶対俺有名になるから、今のうちにつながっておいて。あと、あの時やっとけばよかったとかね。和道と俺 LINE 繋がってるんだよとかね、 Facebook 繋がってるんだよっていうの自慢させるから絶対。和道友達だよっつって、今電話しようか飲み会でね、自慢できるでしょ。まだね、300人しかいないから Facebook とか。みんな力貸して、
絶対有名になるから、みんな自慢の和道になるからさ。すでに登録してた、いやその自信がないとダメでしょ、だそれしか恩返しできないんだもん、配信者って、LINE 登録済み？了解。それくらいしか恩返しがないのよ、方法が。だってみんなお金、いくらお金持ちになってもリスナーが増えるだけだから、みんなにお金で還元できないじゃん。要は俺昔から和道を見てたんだぜって言うのしかなくない？芸能人とかバンドマン応援するってそういうことじゃん。劇団員とかさ、俳優とかさ、モデルとか画家とか応援するってそういうことじゃん。あいつ俺若い頃食わせてたの俺だよって言わせたくない？あいつ若い頃苦労してたんだぜって。食えなかった時俺、飯食わせてたの俺なんだよって。すごいっすねってなるじゃん。だからあれだよ、パトロンだよ、昔で言うところの。昔のその、あの絵描きってさ、あの貴族が雇ってたの。貴族が食わせてたんだよ。そう、それしかない。それしかできないとも言えるし、音楽家もそうだよね、YouTube チャンネル登録ありがとう、ありがとうございます。久々にペンを持って文字を書いたから疲れたな。のんちゃん起きれる？のりこ、次行こう。作業やろう。休憩終わり。はい。億万長者目指してる男がリスナーさんに郵送の手紙を書くという悲しい作業をします。え？ペンダント行こうか。ペンダント行こう。ペンダント誰ですか？ののん。ののんさん。はい、おめでとうございます。ののんのペンダントちょうだい。はい、ののんさんおめでとうございます。ののんさん、ペンダント、はい、郵送します。これね、ののんさんね。はい。はい、ののん。ののん、住所送ってる？よし。ののん、住所送ってる？悲しいでしょ。雑用。沖縄行ってきたお土産を送るの、みんなに。ののん。何のスカウト？配信サイトの立ち上げで、契約結びませんかっていうやつ。がいろいろ来てるって話。ののん。ののん送った俺に住所。ののん、ののん。ののんどこだ？いや、めんどくさいよ。失礼じゃないよ。俺は言いたいこと言うから。でもやるから。でもやるから。失礼じゃないよ。俺はめんどくさいもん、めんどくさいって言うから。配信サイト、3つぐらい来てるね。バンナウさんいらっしゃい。バンナウ。いいね。よいしょ。朗報でしょ？
ってるよ。わかるわ。まったり行こう。おい、ゆなちゃんお疲れ。いらっしゃい。楽しんでってね。ののん。待ってるか。こんばんは。まったり枠ですが、皆さん楽しんでいってください。魔王歌さん、こんばんは。いらっしゃい。楽しんでいってね。今日はタカついてない。じゃあネックレスをひっくり返してんの。これ裏にタカがついてる。後ろにネックレスをひっくり返してるから使うときたよ。こういう感じ。おやすみー、あーちゃん。おやすみー。ヒロリン、こんばんは。こんな感じでひっくり返してるだけ。そう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 。はい、ワドツー、ケンバオさん、いらっしゃい。香川さんと早くコラボしたいな。みんな お休みの人はお休みね。忙しくなるかな。ケンボハートありがとう。忙しいよ最近。でももう時間がもったいない。毎日が時間っていうのはお金じゃない。昔は時間は膨大にあったんだよ。本当に無限にあったのだけど、今はもう残ってる24時間をどう使うのかだけ考えてる。本当に限られてる時間を。最低さんいらっしゃい。そうそう、スカウトね。忙しくなるといいよね。何のスカウト？うん、配信サイトの契約結びませんかって、うん、立ち上げるんですけどとか、あの移転するんですけどとか、いろんなのがあるね。
ちょくちょく入れてないよ。沖縄で入れてから入れてない。赤はね、落ちづらいって言われてる。のんちゃん、これお願いします。のんのん。で、次の人。あ、ありがとう、斉藤さん。頑張ります。これからもよろしくです。ありがとう。え？どれ？にゃこ。にゃこ。にゃこさん行きます。あっこありがとう。バガありがとう。はい、お疲れっす、ニート社長。にゃこさんにプレゼントです。にゃこさんにはネックレスです。ホタルのね、ホタル石のネックレス。にゃこ。にゃこ。にゃこ、にゃこ。にゃこどこだろう。にゃこ。俺のさ、携帯電話ある？にゃこ。ステッカー？え、ステッカーも同時？にゃこさ、にゃこどれだろう？スタンプ送ってくんない？スタンプ今送ってくんない？にゃこどこだ？なんか LINE がもういっぱいリスナーさんで溢れてるから探すの大変なんだわ。うん、はい。ありがとう。サンキュー。みんなフォローありがとう、ふわっち。なおさん、コロンサヤさん、ミニオンさん。ん？あれ消えた。え？え、消えたんだけど、なにこれ？充電されてた？え、なにこれ？消えた。あ、ニヤコありがとう。え、バグったんだけど。なにこれ？充電さしてた？さしてた？え、消えた。つかなくなった。え、なにこれ？え、充電されてないんだけど。うん。あ、にゃこありがとう。ステッカーね、了解。ステッカー黒、オッケー。ステッカー黒2枚と、ステゴロステッカー1枚。オッケー。3000円じゃあ、振り込みお願いします。にゃこさん。じゃあ、こっから取り出すかね。待ってね、ポシェットから取り出すから。黒が2枚、黒が12ね、黒2枚と、赤1枚、赤1枚、3000円です。ありがとうございます。一緒に郵送します。ありがとう。うん、振り込みの銀行口座後で送るからさ、振り込んどいて。ネックレスとステッカー3枚、助かります。ご支援。封筒ない？どっかに封筒。俺のさ、バッグ、リュックのゴミ屋敷だな、ほんと。ステッカー用の封筒。ステッカー用の封筒。あったあった。封筒、これに入れるわ。これに入れときます、ステッカーは。サインとかいらない？いらないよね。ステッカーじゃあ3枚入れときます。黒と赤1つね。黒2つ、赤1つ。ありがとうございます。カイザーさん、風船ありがとう。じゃあこれね、綺麗なんで大丈夫だよね。ちょっとシワができてるから、別のやつにすっかな。これはやめとこう。シワになってるから。ちょっと待って、綺麗なやつ送るから。サイン欲しい？なんて書く？なんて書いたらいい？好きなメッセージ今書くよ。
ニャコ。なんて書いてほしい。じゃあ黒い方に書こうか。これに。これに書こうか。なんて書く。今日の日付書くね。2017年4月の10日。お任せする？うん。お任せが一番困るな。なんだろう。どうしよう。日頃の気持ちとか、俺字下手だから嫌なんだよな。漢字わかんねえし。間違えちったよ。ステッカー1枚無駄になった。捨てよう。ちょ待ってね。日頃の気持ち。ちょっと待ってね。風船プレゼントありがとう、ゆうなち。感じでいいかな。2017年4月の10日、いつも応援してくれてありがとうって、大切なニャコへ和道より。こんな感じでいい、ニャコ。こんな感じで OK。 よし、これ送ります。じゃあ、ステッカー空のやつの黒と、空のシール、あとサイン付きね、サイン付き送ります。ありがとう。これに焼こうね。うん。何のスカウト？配信サイトの立ち上げで契約しませんかってスカウトが来たの。さきちむいらっしゃい。うん、嬉しい、ありがとう。そう言ってもらえると嬉しい。あれ、にゃこのやつ書いてないんだっけ、まだ。
まだ書いてなかった？のんちゃん。書いてない。オッケー。ステッカー欲しい人言ってくださいね。あの、郵送販売してますんで。ハートプレゼントありがとう。ニャコハートありがとう。ニャコはネックレスで合ってたよね、ニャコ。ニャコネックレスで合ってるよね。はい、キャサリン。おー、キャサリンお疲れ。昨日ありがとうね。ごちそうさま。あれ、今日休み？継続は力なり。ありがてえよな、ほんと。合ってる？ OK。じゃあ、ニャコに送るネックレスはこれです。確認してください。これです。はい。これね。ぜひ、首につけて、写真とか撮ってツイッターとかに上げてもらえると嬉しいな。うん。ワドから来たよって。これね。綺麗でしょ。おやすみか。チンスコ食った。チンスコ食った。よし。じゃあ、ニャコの分書くか。ルンペンさんのいらっしゃい。なんで笑うの？よいしょ。ネックレスかわいいでしょ。DJ すれば。いや、 DJ とかできないよ。クラブミュージック聞いたことないもん。わかんない、全然やり方。あの、マッキーで書いてるから、ごめんね。キュッキュッってなっちゃうね。ごめんね。リスナーさん住所書いてるから。難しい感じだな。誰も開けなかったので食べてない。率先して。キャサリンが開封して。そう、わかるわかる。空気的にね、誰か開けないのかなっていうね。一番偉い人に開けないと、職場とかそうだよね。わかるわかる。キャサリンがやっぱそこは、食おうぜっつって。あそこめ、レイコさんありがとう。女性がいるよ。今、ちょっと隠れてるけど。ありがとね、レイコさん。フォローしてない人、まだフォローしてない人は、もう早速フォローしてくださいよ。頼みますよ。
それ自爆霊だよ。おい、どれ、どれさん、どれさん、俺さ、あの月末の28、29、金、土で香川さんにあのもうお願いしちゃってるから、返事もうすぐ来るから、ドルさん一緒に行くっしょ。あの月末の金、土になると思う、多分。もうドル、あの香川さん忙しいから、あの日付投げちゃった、俺の方で。うん、フォローよろしく、レイコちゃん、ありがとうね。オッケー。クモン流のコラボかぶんないでしょ、大丈夫でしょ、月末だったら。っていうか、今から俺、ドレさんにプレゼント渡していこうかな。ドレさんにさ、これ書き終わったらさ、ドレさん、ドレさん暇？ドレさんの家行っていい？あの、沖縄土産渡しに行く枠や、後でやるわ。うん、ブロリー、いらっしゃい。あの、配信サイトは新しいサイトの立ち上げで契約しませんかって来たの。ドレさんダメ言ったら、すぐ帰るから。俺も行っていいって、うさんくさい。そう、これが200個と。ドレさん、家に行ったらダメ、家の前っつうか、どっかなんか特定されないところでプレゼント渡す枠やっちゃダメ。はい、これ200個、これ200個、ステッカー3枚とネックレスでお願いします。ここは大丈夫よ、いや信頼してるから。うん。ドレさんにリアツする枠いかない。あと何個ぐらいある？ネックレスもう一個、誰？ありがとう。え？ユウ。ユウ。ユウさん、ユウさんいますか？この中に。ユウ。住所があるかな。掃除中だから今日ダメだって。のんちゃん、ドレさんにさ、リアツ2に車出してくんない？やだ。3時ぐらいだって夜中。え？帰りたい？オッケー、わかった。あー、ダメ？頼むよ。面白いじゃん。行こうか。うん。オッケー。あとで夜中ドレさんのところ行くわ。おい、チビタはどつ？ユウ。キャスリサちゃんの方は送ったよね、さっき。キャスリサちゃんはもう郵送したよ。郵送シャツがパックに詰めた。違うユウさんだね。うん。うん。オラオラ系じゃないよ、全然。俺。なんでオラオラ系だと思ったの？うん。キャスリサ、キャスリサちゃん送ったでしょ、ユウ。あ、わかった、これはね、住所書いてない、住所書いてない、住所なしって付箋に書いておいてくんね、うん、これ、はい、住所なし、うん、届いたら連絡ちょうだい、届いたよって、うん、ユウちゃんはもうパックに詰めてあるから、それ住所なし。でも都内だから多分、あのオフ会来た子だから大丈夫だと思う。また多分リアドすると思うわ。あとは今から読み上げて届いてない人いるかな。ネックレス欲しいな。え、ネックレス当たった人ね。今回はもう郵送枠だからもう決まっちゃってんの。かずみ、けいちゃん、リータンリード、つみき、ボーン、マッシュポテト、チー、
キャスリサ、カオちゃん、カオシャン、ミッチー、ノノ、ニャコ。あと誰いるかな ?1、2、3、4、5。あとハンカチの人とかがいいのか。とりあえずこれ先に送るか。で、あともう一人いるんだよね。ちょっと待って。スカウトって違うバーの店長。あ、違う違う違う。配信サイトの立ち上げのスカウトが来たの。ね、チンスコ空のやつある。あのな、チンスコもう全部終わったでしょ。ん、何それは。あ、これ、これ住所なしで、空のチンスコ持ってるじゃん、のんちゃん。それ1個ちょうだい。みーすけに、みーすけに送るから。みーすけはどっち。みーすけ今ちょうどよかったね。みーすけ送るから。みーすけにチンスコ、みーすけ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 、あれ、みーすけさ、スタンプ今もらえる？スタンプ、うん、スタンプもらえる？ LINE にスタンプ一個ポンって送って。リスナーさんの LINE が多すぎてちょっと無理だわ。あ、ありがとう、花火ありがとう。そう、ナッカさん、スカウト、スカウト、配信サイトで、うちのサイトで契約しませんかっていうのが3つぐらい来てる、うん、ありがとう花火みーすけ、みーすけあれだな、みーすけ花火いつも送ってくれてるから、チンスコーだけじゃなくて、ちょっと待って、ハンカチでさ名前ついてないのない？ハンカチもつけてあげよう。これむ、あまり、あまりっていうか、無め。うん。みーすけどっちがいい？みーすけ花火いっぱいたくさんくれてるから、チンスコーだけじゃなくて1個プレゼントしてあげる。どっちがいい？黄色と赤、どっちがいいか書いて。黄色と赤。花火今くれたし。どっちがいい？黄色のハンカチか赤色の、あの、こっち、どっちがいい？赤、オッケー、これね。違う、こっちね。じゃあこれも花火、花火くれてる、うん、この2つね、みーすけのこれね、はい、あの今回さ、お土産手に入らなかった人もいろんなところでやるからさ、あの日本各地もあるから、あの次回もあるからね、あの私もらえなかったとかならなくていいから大丈夫だからね、うん、よいしょ、みんな安心してね。で、毎回もらってる人とかいたらあれだからさ、譲ってあげて。私沖縄の時もらったから誰々にあげてとかさ。もうリスナーさん多いからさ。バタフライテールこんばんは、ワダツ。そう、みんなで譲り合って、これは欲しいっていうのね、時にやってください。で、ステッカーまとめて欲しい人はまとめて送ってって言って、買う人はステッカー。もう混ぜて郵送しちゃうから。つみちゃんバーガー10個ありがとう。あ、参戦宣言大丈夫、大丈夫、ギリギリ大丈夫だった。2、4、3センチってこれくらいでしょ。ギリギリ、ギリギリ OK だった。うん、重さはね大丈夫なの。2、4。トムヤン君、初見さん、コメントありがとう。もしよかったらフォローしてね。レターパックライトのことをレタパって言うんだ。ゆかりいらっしゃい。ごめんね、ちょっと。作業枠だからコメント読めてないかもしれないけど、無視してるわけじゃないからさ。文字書きながらだと見れないからさ。まったりやろ。いや、ふわっちにはオンがあるから、ふわっちは、メインでやってくっていうのはどこのサイトの運営にも伝えてる。僕はふわっちで稼げるようになっ
だし恩義があるんでこのサイトすごく大事にしてるんですよっつって、だからぶっちゃけふわっち辞めて専属でやってくれっていう会社も一社あるの。そこは多分お断りすることになると思う、あの向こうが折れなければね。向こうがいやじゃあふわっち辞めなくていいですよって言ったら考えるけど、今のところそこのね一社だけはね、もう専属でやってくれって言ってるから、それはできませんって言ってる。ふわっちがあぐらをかいてダメな対応をしたら引っ越し考えるけど、俺はふわっち好きだから。サイトの名前とかごめん、まだ契約も決まってないし、まあなんか新しい配信サイトやり始めたらあここだろうなって勝手に妄想してあれここなんじゃないの、ワドウが言ってたのって。今3社からスカウト来てるから。まだ契約もしてないけどね。ふわちゃん辞めないよ、リヒト。今のところ俺は辞めるつもりない。辞めて専属でやってくれっていう会社も一個ある、会社によって全然対応違うよ。だから全然ふわっちやっててもいいですよって、むしろ自由にやってくださいっていうところもあれば、かっちり取り決めを決めてなんかマネージャーつけてミーティング回ってみたいなところもあるし、それは会社による。ふわっちは辞めるつもりは俺はない。これでいいかな。タレントってわけじゃなくて、その立ち上げのサイトだから、期間を、雇用期間を決めてお給料を出して、で配信をやりませんかとか、あとその他の人よりもパーセンテージアイテムの課金率多くするんでやりませんかとか、いろいろあるよ。月の給料1ヶ月どれくらい出すんでこれくらいの時間やってくれませんかとか、いろいろ、もう本当に様々、サイトによって全然違う。閲覧数かけるいくらとか、そうそう宣伝だよ。俺ね寝坊治んないんだよねやばいよね、多分ね寝坊はねもう治らないと思う俺。寝坊されてもしょうがないかって言われるようになるまで頑張るわ。多分寝坊を治すストレスよりも、寝坊を治そうとすると死んじゃうから、寝坊してもしょうがないかはどうならっていう、それくらい有名になる、頑張る。はい、オッケー。さっきヨッサンも言ってた。あ、ヨッサンにも来たんだ。よっさん、いや有名どころにいっぱい来てるはずなので、来てない人もいっぱいいるのね。だから自分のお気に入りの配信者に聞いてみれば、どっかからスカウト来たって、ありがとうゆでたまごさん、ありがとう。これが誰だっけ、これがみーすけか。みーすけ、これで一応終わりかな。いつあたりに行く？え、どこに？行くって何？あ、サイト移動ってこと？それはまあ契約次第。その、何月にオープンのサイトとかいろいろあるから。でも、先の話よ。いや、聞いてごらん。スカウト来てるか来てないかで、面白いな。よいしょ。
お願いします。これみーすけさん、はい、でこれハンカチとこれ、うん、よろしく手伝ってもらってんのよ。ごめんなさい、サイトは言えないです。ごめんね、特定はやめてください。サイト名は言いません。契約内容も言いません。もしでもその運営会社が契約した時に契約内容別に言っていいっすよって言ったら言うよ。俺は言うつもりないです。ご想像にお任せします。どうぞ好きにご想像してください。BGM いいでしょ。いいよ。スムースフリクションで検索して。スムースフリクション。ふわっち撤退ってよほどの金？ふわっち撤退の会社は、俺は、あんまり、だから、その、要は、金積むし、要は、だけどリスクじゃん、ぶっちゃけ。まだ俺、ふわっちで伸びると思ってるし、まだふわっちに恩返ししたいし、まだ、ふわっちのリスナーさん裏切るわけにいかないから嫌なんだけど、まあ、そこが一番金の条件はいいかな。そこは一番金の条件正直いいよ。だって、向こうはさ、俺がいくら稼いでるか知ってるわけじゃん。で、要は、リスナーを取りたいわけだよ。正直言うと、向こうは。で、どういう相乗効果があるか計算してるわけでしょ。だから採算、だから俺はそこ、ふわっちには義理があるわけだから嫌だっつってんのね。ふわっち辞めるわけにはいけませんよって。で、そのね、条件が良くても稼げるかどうか分かんないわけよ、俺からすると。でしょ？だからそこは冒険だよね、本当に。どうなるのか。まあまあ、まあ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 、まあ、勘弁してくださいよ、うん。ステッカーは販売っていうかね、ありますよ、ステッカーは。だ販売っていう形じゃなくて、リア凸の場合は法律で、路上販売が禁止されてるんで、1000円支援してくれた人にプレゼントっていう形。お、ありがとうございます。響さん、花火ありがとうございます。うん、忙しくなるかは俺次第だよな、本当に。まあでも実力認めてもらったような気がして俺は嬉しいけど、こんなもんか。あとはあれだよね、あと何かある、その送るので、ハンカチとあと何ある。ハンカチはあの封筒の方で送ろうと思ってんの。ストラップか。ストラップも封筒入るよね。うん、じゃあ OK です。終わりました。郵送作業終わりました。皆さん今日郵便ポストに入れるんで、楽しみにしておいてください。まずね、ハンカチだけの人は後になります。ネックレスと、ネックレスとチンスコーと、ムームー、当たった人郵送しますので、今日ポストに入れるんでよろしくお願いします。うん、だからリア凸に来てくれたら、もしリア凸に来る人はLINE 登録しておいて、で住んでるエリアとかだいたいざっくり教えてくれたら、俺がその土地に旅した時に言うから、大阪の人には大阪来てるよとか、そしたらリア凸しやすいでしょ、放送見てなくても、いついつに行くよって、そんな感じでやっていくからさ、よろしく。 LINE は小手半書いてください。必ず誰が誰だか分かんなくなっちゃうんで、そうそう、スカウトっていうか、まあ配信サイトで、うちのサイトで配信やりませんかって。スムースフリクション、ちょっと待って、URL 送ってあげるよ。ちょっと待ってね、 BGM スムースフリクションどこだろう。ちょっと待って、スムースフリクションどこだ、BGM フリー、 BGM
ちょっと待ってね。あ、そうなの？あ、普通に送ってくれていいよ。ふわっちから来たナミニャンだよって。うん。みんな登録してるよ。普通に。これじゃねえ。めんどくさかったらいいし、別に。あれ、スムースフリクションどこだ？スムースフリクション。これかな？これだ。これね。スムースフリクション。見に行く？うん？何を見に行くの？ふわっちのプロフィールページに書いてあるから。うん。ゆでたまごさんお疲れっす。ありがとうございます。いやいや、とんでもないとんでもない。もしよかったらフォローして。よろしく、これからも。よし。作業終わりだ。ポストに入れよう。で、3時頃にドレさん。ドレさんに会いに行くから、3時頃だね。ドレさんの家の方にリアドしよう。うん。お疲れっす。お疲れっす。オッケーオッケー。今来たよ。返事返したから。よろしく。よーし。オッケー。3時。今日の3時に、家の前ちょろっと渡すだけだったら、家の前来ていいよって言ってたから。家どこかわかんねえけど。家どこかわかんないけど、どれさんに会いに行こうかな。うん、眠らないワード。だって寝起きだもん俺。うん、わあでもよかった。パーッと作業してよかったわ。すごいよ。こんなことになってるからね。やばくないこれ。これ全部リスナーさんにお土産よ。大変よ。やばいことになってるよこれ。いや、遠い遠い。だから、のんちゃんが車持ってるから、車で送ってもらおうと思って。遠いよ。うん、車じゃないといけない。うん、すごい量だよね。あと、まだあるからね。まだあるから。あ、そうだ。銀行振り込みの口座送んないと。うん、LINE 登録は必ず、ふわっちの名前書かないと登録しないので、ふわっちから来たトムヤンくんですって書いてください。疲れてなかったらコラボ。いや、ドレさんはほら、3時ぐらいは放送があるじゃん。自分の枠があるから、それ邪魔する気はないから、コラボはできないよ。うん。多分。いや、家上がれよって言ったら上がるけど。うん。ふわっち初めてだ。うん。何のスカウト？ケイちゃんね、ケイちゃん、さっき見てたケイちゃんの分も今日送るから。ね、配信サイトから、うちのサイトで契約しませんかっていう、ありがたいお誘いいただいたんで。それをさせていただきます。うちのサイトでやりませんかって。ぜひやらせてくださいって。考えてるところもあれば、ちょっとその条件だと難しいですっていうのもあるし。いろいろだよ。いやーよかったよ。
なんか何が嬉しいって、プロとして認められた感じがして嬉しい。なんかそこが俺の中ではすごい嬉しいの。なんか頑張ってきてさ、もう応援してくれてた人のためにもさ、結果を出さないといけないんだよ俺は。それがちょっと一安心かな。うん。やっとそのね、リスナーさんだけに頼るだけじゃなくて他にも仕事が来たっていう。あのね、配信サイトの立ち上げの、要は契約をしませんかとか、そういう話。要はうちのサイト、あとは既存のサイトで立ち上がったばかりなんですけど、うちのサイトで放送しませんかっていうスカウト。うん。田中さんはどつ？いや、頑張ってきた甲斐があるよね。まだ契約はどことも結んでないけどね。ゆかゆらちゃん、久しぶり。うん。楽しんでて。まあ冒険は冒険だよ。それは分かってる。だから固定給出すって言ってんのよ。向こうのサイトは。要は、あの固定給プラス課金サイトの場合は課金も。で、課金も普通の人はこのパーだけど、俺にはこのパーで出すとかさ。いろいろあるの。だから特別契約ね。専属契約。うん、だから悪い条件はないよ。やっぱり。その向こうも分かってるから。向こうはそれはさ、人を集めたいからやってるわけだから。ふわっちはやる。ふわっちがメイン。絶対ふわっちは裏切らない。もう極端な話、あれだよ、別に困ってないから、なんつうんだろう。俺としてはふわっちやってるっても別に稼げるわけだからさ。どこに行く必要もないわけじゃん。ただ、それは条件との折り合いよ。うん。いや、そう言ってもらえると嬉しいね。見てて癒される。ありがとう。配信に向いてるかな使い分けは難しいよね。だからその辺もその配信内容を決めてるっつうか、そのこういう配信をやってもらいたいっていうサイトもあるのよ。一社自由にやってもいいって、要は今まで通り変わらずやってくださいっていうところもあれば、もう会社によって全然違う。だから何とも言えないよ。もうだからターニングポイントだなと思ってて、うん、あんまりね、ディスしても何も生まれないから、人をね罵るっていう文化があんま好きじゃないんだよね、正直言うと。なんか誰かの悪口言っても何の得にもならないっていうのを知ってるから、うん、もったいないじゃんそういうの。ラジオ感覚、いやでも最近喋り下手になってるよ。昔なんてもう本当にラジオみたいに喋ってたよ。ラジオパーソナリティみたいにずっと話途切れることなく話してたけど、最近ね、本読まなかったり、映画見なくなったりね、インプットする時間が全然ないから、ダメだね。トミヤンくん、風船ありがとう。そう。うん。あ、来た来た。ゆらちゃん、花火ありがとう。もう一回やろうか。ゆなちゃん。あ、ゆらちゃんだ。ゆかゆらちゃん、花火ありがとう。よし。仕事終わってお腹すいた？いってらっしゃい。頑張って。うん。よいしょ。喋りが回んなくなってきてるよね、だんだんね。ごめんね、感じだって、ゆらちゃん。クリスペラー風？新宿生まれじゃないよ、全然。田舎もんだよ、俺、成田。うん、おやすみ、ともやんくん。これからもよろしくね。新宿は住んでもう5、6、5年ぐらいかな。うん、5年ぐらい経つけど。田舎もんだよ。こんなシティボーイじゃないよ。たくさんうんこ出たからご機嫌なんだ。そっか。うんこがたくさん出ると花火くれるリスナーっていいね。うん、じゃあ、ゆかはゆらちゃんの今後の改弁を祈って配信するよ、俺は。う
便秘気味なのかな。成田、まあそうだね、新宿結構遠いかな。うん、そうだからナーボーとか近所だよ。ナーボーなんてほんと近い。だからナーボーにこの前捨て頃あった時、あれ成田って言ってるけど富里でしょっつって、はいっつって、俺どこどこだよっつって、えっつってたよ。まあ世代が違いすぎるから共通の会話ないけど、どこどこの店のどこどこの前の通りのあそこの踏切あるだろうっつって、あーい、あそこ俺の家っつったら、おおって、それくらいわかるの成田って、うん、どこどこの通りのあそこを曲がったところのあそこの あそこに家があるっつったらわかるぐらい狭い町だから、うん、ナーボーは地元一緒なの。ナーボーは成田っつってるけど富里なんだよね。うん、改弁祈るよ俺は。お、フリーランサーだ。おバカありがとう。今日ゲリラ大変？新宿のどの辺ですか？西新宿5丁目。うん。西新宿5丁目ってね、神田川沿いで、中野坂上とか、なんだ、渋谷とか目の前だね。渋谷と中野の外れ、新宿、3つの区の外れのところ。うん、神田川沿い。どの辺ですかっていうか、日進食 5-19-7 プリンセスガーデン101号室だけど、うん、どの辺っていうかね、うん、西新宿5丁目プリンセスガーデン101号室、和道ですよ、うん、ピンポイントで言うと、うんうん、東中野好きなんだ、渋いね、え、ゆらちゃん近所なの？6丁目なの？そんな近いんだ。ご近所さんだ。歩いていけるね。ご近所だね。めちゃめちゃ家近いじゃん、ゆらちゃん。この辺リスナーさんいっぱい住んでるよ。テルマンスリー2位、すげえな。テルマンスリー2位かよ。ヒアリ発生？マジで？ヒアリってなんかあれでしょ？死ぬやつでしょ？やばいよね。西新宿結構リスナーさん多いね。新宿区に結構リスナーさんいて、リアズス結構来てくれるよ。
ご近所系結構いるね。あそこのタワマンに住んでるとか。金持ちだよな。あ、みんなもしよかったら YouTube チャンネル登録お願いします。 YouTube もう少しで1000人いくんでご協力お願いします。来月から北新宿、北新宿は、あんまりおすすめしない安いけど治安悪い。あそこ火事がもうだって2年、1年か2年住んでて2回大火事あったからね。治安悪いんだよちょっと北新宿は。安いけどね。西新宿は治安めちゃめちゃいいからね、住みやすいよ。田舎がいいよ、住むのは田舎がいい。グノコッチョの言う通り、絶対田舎の方がおすすめ。なんかね、空がね、ないのはきついって。やっぱりなんか苦しい、息苦しい。できたから食べながら見ます。うん、田舎はいいよ。俺は田舎の方が合ってるね。コンシェとかラトゥール、そう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 。あとこの辺タワマンはね、限られてるからね。住所送られてない人もいるな。なんかプレゼント欲しいって言われてもさ、住所書かれてなかったら送りようがねえんだけど、どうやって送ればいいの意味がわからないんだけどさ、どういうこと、どういうことなのこれ。なんか勝手に届くと思ってるのかな。まあいっか。あ、そうなんだ。新宿歩いてると自分、なんだろう。なんか新宿歩いてるとなんかすげえ苦しくなるんだよね。なんか俺、こんなに人間がいて、なんかちっぽけな、わかる？なんか小さくなるとか、こんな、なんか、何やってんだろう俺みたいな。人間が生きる場所じゃないだろここみたいなさ。なんつうんだろう。切なくなるよね。悲しくなるっつうか、何なんだろうあの感覚。なんて言うんだろう、もう沖縄とかさ、空なのよ。全部空なの。360度こう全部見えるの。だけどもうこれくらいしか見えないんだよ。ビルビルビルで、もう こんなの。本当にタワマンとかは全部ソロだよ。都会はね、なんか肩凝るんだよねマジで都会はマジで肩凝る。すり減る感じだよね。
あともうマックとかこんな狭いさところでブワーって人がいてこうやって食べてるのを見るとなんか養豚場のなんか餌与えられてるみたいだなみたいな刺激はあるよね。なんかもうでもね無意識にやってる感じ、うん、なんか怖さっていうかこれって人間の生活なんだろうかっていうかこんなことをするために人間は生まれてきたのだろうかとか考えちゃうね。すごく、うん、なんかもっと自由にさ笑ったりはしゃいだりだって俺公園とか見ててびっくりするもん。公園の看板見て花火禁止まあわかる、お酒飲まないでくださいまあわかる、こっから行くぞ撮影禁止は？公園で写真撮って何が悪いの？家族連れでね。スポーツ禁止、どこで運動しろっつんだよ。公園でスポーツしなかったらどこでスポーツすんだよ。意味がわかんないでしょ。こんなのが18個ぐらい書いてあるの。何もできねえから東京バカだよ本当に。何でもルールでお役所縛って、スポーツ禁止ってなんだよ。ひどいところだと走らないでくださいって書いてあるんだよ公園に。どこを走ればいいんだよ。びっくりするよ本当に。うん、ボールも禁止とかね。いやーもう意味がわかんない。東京は頭おかしいよ、狂ってるよ本当に。まあそこが面白いんだろうけど、本当に狂ってると思う。狂気を感じるよ、狂気を。うん、いや18個ぐらいだよ。生放送誰にも迷惑かけないのに怒られたかもね。お金払ってください。あ、わかりました、許可取ってお金払います。いくらですか？4万円です。1時間4万円になります。お前さ、これ税金で作ってるんだよって、税金で維持してんだよって、住んでる人が払ってるんだよ。なんで誰にも迷惑かけてないのに金を払うんだよって、バカだろって思った。本当意味がわかんないよね本当。何でもかんでもルールでがんじがらめにして金取って、なんかもう心がすさむよ東京は、うん、笑うっしょ、うん、いや税金取るなよっていうわけじゃなくて、いや別に500円とか1000円なら払えるじゃん。でその人に迷惑かけるのはもちろんダメよ。だけど別にその撮影するの別に悪いことだと思わないの俺は、うん、じゃあ写真パサッて撮って家族でねパサッと撮ってもそれも金払うのかって話になるじゃん。意味がわかんないよね、うん、パブリックの意味がわかんないんだろう、公共の意味が。別に誰かを貶めようとか誰かに悪さしようっていうわけじゃないじゃん。スポーツしていいじゃん公園で。そりゃなんかね、頭でっかちの人間増えるよなこんな都会で育ったら。ちょっとおかしくなりそうですよ僕は。もっと伸び伸びとね、人間らしく生きたいよね。まあでも仕事をするにはめちゃめちゃ面白い場所だけど、冷たいんじゃないの。東京の人っていないのほとんど。東京生まれ東京育ちって結構レアなのよ。あ、西東京はいるよ。だけど23区って働く場所なのよ。要は地方からブワーって文化の違う人たちがおのぼりさんが来る場所なの。仕事とか学校でしょ。だから警戒心なんだよ文化が違うから。だからそのなんつうんだろう、仲良くなったりとかあったかい人っていうの少ないよね。で近所で挨拶するとかさ、そう歩いててこんにちはとかあんまりないのよ、うん、そこだと思う。特に女の人一人暮らしなんか大変よ本当に。
俺はもっとさ、近所のおばちゃんとかと話したいしさ、将棋打ったりとかしたいよね。浅井さんみたいな人が友達ができたっていうのは俺はすげえ嬉しいんだよね、東京に。なんかご近所付き合いじゃん。家に遊びに来てくれて遊んで帰るみたいな。そういうのあったけえよ。でも、なんか、このネットのいいところは、そんな中でもさ、そういう寂しさがあるじゃん、人間誰しも。東京の中で。で、リアトツとかでさ、私どこどこ住んでるんだって言って友達が増えていくのは、俺はすごい、だんだん新宿が好きになってきたよ。この街に行きつけのお店ができてきたりとか、一緒に遊ぶリスナーさんができてきたから。あ、そうなの？よかったね、あや。そうそう。まあ、あやは社交的だもんな、結構な。いや、いいことだよ。お、フリップ、おはよう、こんばんは。お、地方から来た人の他人への警戒心が作ってる。そう。俺、だって、あれだもんね。東京で挨拶したら変な顔されたことあったもんね。田舎もんだから。こんにちはって言ったら、なんですか？みたいな。挨拶した紙面倒じゃないですか、人。でもまあ、それはそれで東京の楽しさなんだろうね。東京らしいっていうか。だからここには魔物がいるんだよ、本当に。東京っていう街は人の念が作り出した魔物が住んでる街だから。欲望も溢れてるし、面白いこといっぱいある。成功もしやすい、実力のある人は。おやすみ、あっこいつもありがとう、バーガーありがとう。ぶつかって謝ってもそれに気づかないのに最初に驚いた。あー、まあ特殊だよな。人が倒れてても素通りする感覚って俺はよくわかんないもん。俺、人が倒れてたら必ず声かけんの、大丈夫ですかって。全然スルーしてくかんね。女の人が倒れてたり、妊婦さん倒れてたり、おじいちゃん倒れてても、普通に無視するからね。俺、だから東京来て、倒れてる人、もう10人ぐらい声かけてるもん。放送中でも何回もあるな。西東京より杉並区とか住みやすそう。まあまあね。東京遊ぶには面白いよ。ショッピングとかやっぱ。すげえ、もう無限に店あるし。やっぱ買い物したりとかすげえ楽しいよね、東京は。だから住むところではない。そう。住むところじゃない。だからそれだったら千葉とか西東京とか埼玉とか。まあ街の空気が合ってたらいいよ。港区とか。俺は高円寺とか住みたい。高円寺とかもすごいいいじゃん。吉祥寺とか下北沢とか。ああいうところに住みたいよね。なんかこう、なんか変な人間が集まってる街が好きだから。中野はちょっと違うんだけどな。新宿はまあ魔力が強いよ。欲望の街だよ。酒、女、ドラッグ、ね、金、暴力、ビジネス。池袋はどちらかっていうと埼玉県だね、あれ。埼玉県で一番栄えてるところが池袋だと思ってる。わかる？ あそこは特殊なの。23区って言ってるけど、あれ埼玉県民の一番栄えてる街だから。赤羽か、渋いね。荻窪とか吉祥寺とかで、ね。いや、ベタだけどいいよね。西東京は私住んでるけど、ほんと、もともと埼玉に住んでたから、私からしたら埼玉とさほど変わらないから住み。西東京はちょっと埼玉っぽいよね。埼玉の栄えてるところっていうか。上野とかだから千葉県民が集まってるもんね。なんで赤羽なんだろう。渋すぎない？赤羽に住みたい。なんだろう。赤羽、赤羽
赤羽に住みたいって俺初めて聞いた。なんで？赤羽に住みたいの？うん。あ、そうだったんだ。へえ。あ、つみきちゃんそうだったんだ。いや、俺配信外でも何回もあるよ。リスナーさん知ってると思うけど、あの、倒れて救急車呼ぶ配信とか、配信外でもいっぱいあるよ。もうびっくりすんの。人が倒れてたりとか、うめき声上げてたりとか、妊婦さんが倒れてたりしても平気でスルーするんだよ。マジかと思って。お前ら人間かって思うの。すごいよ。赤羽の漫画読んだんだ。東京住み長いだけあってめっちゃ的確。え、俺4年だよ、東京住んで。4年か5年だよ。しかも部屋の中にずっといるんだよ。だって1日14時間配信してコンビニ行くだけなの。池袋は 80% 埼玉県民だよね。あと 5% ぐらい不女子だから、ね。5% 不女子、80% 埼玉県民だよ。うん。赤羽の漫画ってなんだろう？そんな漫画あんの？うん。あ、まあまあまあ、ロボットだよな。そう。まあ、ロボットだよ。間違いない。じゃあそろそろ、僕の放送一旦終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。最後に面白かった人はアイテムお願いします。あとでね、夜中の3時ぐらいに、どれの深夜食堂さんにお土産を渡しに行く枠やります。お疲れ様です。ありがとう。皆さんお疲れ様です。3時頃また集合しましょう。フォローしてくれる人よろしく。 Twitter、Facebook、YouTubeアイテムを風船1個からお気持ちいただけると嬉しいです。お疲れ様でした。ありがとうございます。あと郵送するんでね、みんな楽しみにしておいてください。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。